ケインさん、これはオーバーデビルの仕業か。すでに各部隊は攻勢に入っています。ターゲットを掃討してくれ。男なら真正面から正々堂々と戦いを挑む。あまりはこれより援護します。ターゲット前方の敵をどんどんやっちゃって。美しい剣は主砲発射準備。オーバーデビル、オーバーマンの中でも最強と言われる悪魔です。封印されるのはまさか復活していたとは。そいつの仕業ってことはオーバースキル。2万メガラポリスも街全体が凍りついています。すでにオーバーデビルが復活したことは世界中に広まっていよう。さて、全てが動くか、バルチャーが来るか、それとも神が降ってくるのか。なあシンシア殿、コッパごときが。こういうものだ。おばかと動きやがって。私たちに叶うのはいない。やはりこの姑息な戦いの源は貴様だったか。何が姑息か。お前に比べれば堂々たるものだろう。なめるなアサム。大したことないな。友軍部隊が攻撃されています。もう何をやっても無駄だ。この私が王となり世界を手にする。そうか、くだらねえな。どこかの誰かにそっくりだぜ。エクストラスなんてごめんだけど、そこみんなが傷つくのはもっと嫌だ。銀河号から通信。優位の野郎か。遅かったな、ロバッケの恥たらしめ。いや、デューイ、お前は私の後をついてくるだけだった。だが一度でも追いつけたことがあったか。お前たちの作るレイアウトとかいう雑誌もそうだ。あんなものは何になる。愚民は真実よりも強い刺激で動く。真実ではなくまがいものを選択する。お前にはエウレカの次になるものなど見つけられるはずもない。ダイニングフィンガーとは我々が救いだ。こういうものだ。オレンジを手にした我々は働かせてくれ。この老人の力が必要だ。